皆さんこんにちは。ここからはスーパーマリオオデッセイのプロデューサー小泉として、これまでお伝えしている情報も交えながら最新情報を紹介します。マリオはピーチ姫との結婚式を企てるグッパを阻止するため、そして帽子の国で出会ったキャッピーはグッパにさらわれた妹のティアラを助けるため、大切な人を取り戻すという共通の目的を持った2人はタッグを組み、グッパを追いかけます。パートナーとなったキャッピーの力を借りて帽子を自由自在に操れるようになったマリオは、多彩な帽子アクションと敵や物に乗り移ることができる新たな能力キャプチャーを駆使し、世界を縦横無尽に駆け巡ります。世界にはいろいろな国があります。都市の国ニュードンクシティ、砂の国アッチーニャ、料理の国ボルボーノ、森の国スチームガーデン、帽子の国カブロン、滝の国ダイナホ、他にも今回初めてご紹介する雪の国パウダーボール、万年雪に覆われた極寒の地です。そして海の国シュワシュワーナ、透き通った美しい海が人気のリゾート地です。ここの海水はシュワッとした炭酸水です。他にも熱帯の島々などマリオはさまざまな国を訪れます。さてマリオはこの帽子の形をした船オデッセイ号に乗って世界を移動するのですが、その原動力となっているのが世界に散らばるパワームーンです。それらを集めることでオデッセイ号はパワーアップし、次の国へ行けるようになります。次の国へ行くために必要なパワームーンの数はこのように国ごとに決まっているのですが、このパワームーンリストを見ると実はそれ以上のパワームーンが存在していて、収集要素の一つになっています。パワームーンは目に見えているところに落ちているだけでなく、隠れたところにあるものや敵を倒して手に入れるものなど様々です。とにかくいろんなところに存在していますので、多彩なマリオのアクションを駆使しながら世界の隅々まで探索してみていただければと思います。たくさん集めるときっといいことがありますよ。パワームーンが見つからないときはヒント取りに話しかけると手がかりを教えてくれます。さらにヒントキノピオにコインをあげたり、アミーボおじさんにアミーボを使うとマップ上にありかを記してくれますので、困ったら試してみてください。ヤッホー。また旅の途中にはかけっこや縄跳びといったミニゲームで遊べる場所があります。結果によってパワームーンが手に入るほか、インターネットに接続していれば世界中のプレイヤーやフレンドのスコアやタイムを確認することができます。さて各国にはクレイジーキャップと呼ばれるショップがあります。世界中で集めたコインを使ってマリオの衣装を買うことができ、マリオの見た目を自由に変えることができます。その国にちなんだ衣装やマリオシリーズにちなんだ衣装など様々ですので、その時の気分に合わせていろんな衣装でいろんな国を冒険するときっと楽しい旅になると思いますよ。ショップには他にもステッカーやオブジェといったお土産も売っていて、旅するオデッセイ号を彩ります。あと旅といえば写真がつきものですよね。そこで好きな時に時間を止められるスナップショットモードをご用意しました。このようにいろんな方向からマリオを写したり、
ズームすることもできます。周りをぼかしたり色味を変えたりと自由にカスタマイズができます。回転させることもできるので、スマートフォン向けの縦向きの写真を撮るなんてことも可能です。 SNS に投稿したり、パソコンやスマートフォンの壁紙として使うこともできるので、ぜひこの機能を使ってマリオとの旅の思い出をたくさん撮っていただければと思います。本作は多彩なマリオのアクションをお楽しみいただけるよう、 3D の箱庭のステージを密度濃く作っています。これまでのシリーズの要素はもちろん、今流れているこの曲もマリオシリーズでは初めてのボーカル曲を採用するなど、全く新しい要素もギュギュッと詰め込んだ盛りだくさんの内容になっていますので、お楽しみに。スーパーマリオオデッセイは10月27日発売予定です。またウェディングスタイルのアミーゴの単品とセット同日に発売します。効果はご覧の通りです。衣装がもらえたり旅のお助けをしてくれます。さらにスーパーマリオオデッセイのソフトとスーパーマリオオデッセイカラーのジョイコンが入った特別仕様の本体とキャリングケースも同日に発売します。今後もスーパーマリオオデッセイのホームページやツイッターで最新情報をどんどん公開していきますので、マリオの大いなる旅までもう少しお待ちください。